こんにちは、彦右衛門です。さっきまで洗面所に連れて行ってたのですが、黒目が大きくなって可愛くなりました。バジェットガエルは和名で丸目タピオカガエルって言うんですけど、猫目タピオカガエルっていうのもいるそうです。僕のカエルは目が小さいんで猫目タピオカガエルなのかなって思ったこともあったんですけど、どうやらそうじゃなくて、黒目は光の関係で大きくなったり小さくなったりするようです。餌をあげてみます。おなじみの光ベルツノですね。ウィンエメラルドグッピーのオスがつつきますね。食べられてほしくないです。少し魚にあげてからカエルにあげるんで、ちょっと柔らかくなりすぎなんですよね。ちぎれちゃいました。残さず食べてもらいましょう。ああ、これは大失敗ですね。続いて餌やり動画です。あんまりお腹空いてないみたいですね。お腹空いてるときは上から落とすとすぐ食いつくんで。うまく食べてくれました。今この水槽にはバジェットガエルの他には、ネオンテトラとウィンエメラルドグッピーのペアとミッキーマウスプラティ、赤いやつですね、それとグッピーの子供が何匹いるのかな、7匹ぐらいいるんじゃないですかね。あと大和沼エビが3匹いるはずなんですけど、どこにいるか分かりません。いつも隠れてます。
ヤマトヌマエビを発見しました。エビをあげてみます。ごちそうですね。食べました。なかなか飲み込んでくれません。なかなか飲み込まないので定点観測することにしました。動きがあるまで飛ばします。少しずつ飲み込むようです。Budget's frog. Budget's frog.
お家を用意しました。気に入ってくれるといいのですが。